いつもご覧いただきましてありがとうございます。貿易とネット通販の会社を15年経営しております株式会社イーコレ代表取締役の一ノ瀬と申します。今日はですね、しょぼい企業は案外多いと、そしてそれが最強であるというテーマでお話をさせていただきます。みんなね、そんな大した理由で起業してるわけじゃないんですよというねお話なんですけれども、ちょっとね私の経験ですとか、まあ、周りの人のですね情報も含めて、今日はお話をさせていただきます。しょぼい企業なんですけど、このしょぼい企業っていうねこのワードなんですけれども、偉い店長っていう方がですね、書いた本で、しょぼい企業で生きていくっていうね本がありまして、これ読んだ方は結構いらっしゃるかと思うんですけれども、私も読ませていただきまして、非常になんか面白い本だったんですが、今までのなんていうかですね、企業っていうのはすごくなんかこう右肩上がりな感じでですね、もうダーンとこうでかいことをやって、で売上も右肩上がりで、従業員さんも右肩上がりで、オフィスもねすごいなんか地代の高そうなところにバーンってなんか大きいねおしゃれなオフィスビルがあって、でそこでですね従業員さんに働いていただいているとかね、でどんだけお金がかかるんだろうみたいなね、そんな企業のイメージがあるかと思うんですけれども、このしょぼい企業っていうのはですね、その真逆をいくスタイルでして、なんかね、一つなんかちょっと言うと、お店とかをねお店をオープンするんですけれども、そのお店にね自分も住んじゃうみたいな感じでですね、で自分がそこにお店もあって、自分もそこに寝泊まりをして居住するので、自分の個人的な住まいはねいらないとかですね、あとなんかこう従業員さん も原則は雇わないということでですね、自分のそのやり方に面白いって思ってくれた人たちをにお店を任せるみたいな感じで、直接雇用してね、いわゆるなんかこう社長と従業員さんみたいなね、こんな関係、経営側と、労働者みたいな感じではなくてやっていくということでですね、これ本当に非常に面白かったんですけれども、起業の理由もですね、なんか朝起きれないとか、なんか満員電車に乗るのが嫌だみたいな、そんなねご理由だったかと思うんですけど、実際ですね本当に私も15年ぐらい会社をやっているので、周りの知り合いの方とかですね、あと友達みたいな方も含めて、経営者の方が結構多いんですね。で個人事業主の方ももちろん含めて、会社というか経営をしているっていう方が多くて、あとはネット通販をやっているので、ネット運営の責任者の方とかですね、そういった方が多いんですけれども、特にですねこう起業している方っていうのもですね、いわゆるこう経営者本にあるようなですね、例えば小学校5年生の頃になんかきっかけがあって、もう俺は社長になるんだって、なんかその小学生の頃から決意してずっとなんかガーってやってきたみたいなね、そんな方は私が知ってる限り一人しかいないんですね。であとの方は多いのはですね、親というかご両親の会社があって、そこを引き継ぎましたと、2代目とか3代目とかいう方ですね。これはよくわかるんですけれども、あとはですね、それよりもですね、なんかこう結構ひょんなことからとかですね、なんか自分がやることになっちゃったみたいなこととか、あとやむにやまれずみたいなですね、ちょっと、体調壊して会社辞めましたとかですね、逆に会社を辞めなければいけない状況になったとかですね、そんな、もう全然なんかそんな会社を起こすなんて思ってもみなかった人たちが、会社をやってるっていう事例も非常にですね多くて、で私もどっちかというとそっち寄りなんですけれども、私の場合はですね、会社を作る前はですね、外資系の結構もう本当にいわゆる大企業と言っていいと思うんですけれども、大きな会社組織に勤めてまして、でそこはそこで仕事もすごく面白くてですね、で自分の唯一の取り柄というか、英語も使えたので、やりがいもあって、でこのままですね、ここの会社で出世していくんだって
自分でも思っていたんですけれども、ちょっとですね、そこはやはり大企業なだけにですね、いつ何時転勤の事例が降りるかわからないみたいな環境下で働いておりまして、でちょっと私子供もいてですね、でちょっとですね家族の事情でどうしてもですね、直ちに福岡に戻らなければいけないみたいな状況になりましてですね、で辞めることになったんですけれども、その辞めた時は私は千葉の幕張というところに、住んでたんですけれども、急にですね、福岡に戻ってきまして、でその時、年齢も30歳半ばぐらいでですね、で子供がいて、でシングルマザーでですね、子供も小学校低学年ぐらいだったので、もうね、いわゆるその一般的な会社ではもう雇ってもらえないだろうということでですね、で、そうであれば自分で会社を作って作るしかないということでですね、起業したので、全然ですね、なんかもともと経営者を目指して勉強してたとかこんなことはなくてですね、もう経理にしろ何にしろですね、もう会社を始めてからもうなんか何とかかんとかですね、なんかやりながら覚えたみたいな感じで、も全然立派な、企業ではないんですけれども、その後ですね、起業しましてからの10年間ぐらいなんですけれども、私なりの立派な会社のイメージがですね、やっぱりガーンの、右肩上がりの、イメージでいまして、売上もバーンと伸び続けないといけない、で従業員さんも増やし続けないといけない、で、広いところでですね、いっぱいの従業員さんに囲まれてやるというのが、いい会社で、それをちょっとずっと目指していたんですけれども、途中でだんだんですね、気づいてきまして、会社をですね、大きくすればするほどですね、いろんなトラブルが増えるし、でストレスもですね、やっぱりたまるんだなっていう、人のことで言えば、採用のこととか教育のこととか、辞めてしまうこととかですね、お金もやっぱり人を増やしたらもう人件費がですね、やっぱり一番高いので、固定費が上がってですね、で、損益分岐点というんですかね、そこもこんだけやらないと、こんだけやってやっとプラスマイナスゼロみたいな、ここから上で伸びてやっと利益が出るみたいな、そこのですね、ハードルが、なんか一人でやってる時はこのくらいでいいけど、何人かいたらもうこの辺までいかないと損益分岐点にたどり着かないとかですね、こんな感じになってきたりとか、あとは仕事自体もですね、正社員さんがですねいっぱいいると、仕事というのはどうしても忙しい時と暇な時と波があるんですけれども、従業員さんは同じですね、忙しい時期でも暇な時期でも、1日8時間いるということで、で、何もしないとですね、なんかその正社員さんの時間を潰すためだけのなんか無駄な仕事みたいなのがどんどん増えていっちゃったりとか、あるいは人が多いがためにですね、その人たちの、なんとか、その人件費だけでも稼がないといけないということでですね、いろんなことに手を出してしまったりとか、とにかくですね、だんだん収拾がつかなくなってきて、なんで会社をですね、大きくしようとすればするほどですね、クリアするのが難しくなるというか、なんか無理ゲーですね、いわゆる無理ゲーの状態になっていくわけなんですね、もうこれ無理ゲーじゃんみたいな、ね、なんかどうやったら勝てるんだよみたいな感じになっていくので、ずっとそのね、拡大路線を目指していく人が多いがために、おそらくなんですけど、企業のね10年生存率が5% とか言うんですけれども、それはですね、皆さんこぞってですね、無理な方にですね拡大しようとするからではないかと思うわけなんです。でちょうどですね、その10年ぐらい経ってですね、もうなんか会社経営してて違和感満載ぐらいの時にですね、小さなチーム大きな仕事っていうね本がありまして、これは洋書というか外国人の方が書いた本を日本語に翻訳した本なんですけれども、書いたのはですね、ジェイソン・フリードさんと、デイビッド・ハイネマイヤー・ハンソンさん
の、2人がまあ共著という形で書いて、でですね、その本はですね本当に少数生で、まあ、少ない人数でも本当に会社の規模としてはコンパクトなんだけれども非常に大きなねプロジェクトを会社としてやっていくということで、その少数生の人たちに関しても世界中になんか散らばっているんですね。で、まあ、これだけなんかこう IT というか、まあ、IT のインフラが発達してきて、まあ、整備されてきているので、もういろんなですね世界中に散らばっていても仕事がですねプロジェクトが推進して生きるんだよみたいな本で、結構その本を読んでですね私は開眼をしまして、そこからどんどん会社をですね、まあ、しょぼくするようにというか、もう本当にちっちゃくして自分にとって居心地がいいようにですね、まあ、管理がしやすいようにということで、本当になんというか大きな会社で、会社を大きくしてですね役員報酬というかですね、社長のお給料なんですけれども、それを、まあ、いっぱいもらうっていうことについても、そのことがですね、幸せな方はもうお金がなんかあればあるほどこう幸せ度が増すっていう方はですねそれでいいと思うんですけれども、なんかある一定の多分ポイントっていうのがあってですね、一通り、まあ、欲しいものが躊躇なく買えるぐらいの、まあ、お金があったら、それ以上求めると逆になんかこうストレスの方が勝ってしまって、なんかですね、なんか幸せ度が逆にお金があっても幸せ度が減ってしまうというかですね、ちょっとメンタル的になんか悪影響みたいなね、そんな感じになってしまうと思うんですね。なので、まあ、自分の中でですね、まあ、このぐらいあったら幸せ、まあ、普通のですね、まあ、サラリーマンの方ぐらいの収入があればですね、あとはまあちょっとのんびり、する時間があった方が幸せっていう方もいらっしゃると思うし、私もどっちかというとそのパターンの人で、なんか美味しいものとかももちろん食べに行ったりはするんですけれども、まあでもなんかこう一生懸命働いてですねお腹を減らして、でその後食べたものは何でも美味しいよねみたいな、そんな派でもあるので、そこまでですねもうグルメでもないし、なんか逆にですねそのお金がいっぱい貯まったけどストレスが溜まって、そういうなんかこう夜の街で発散してとかですね、そのストレスね、そんなのは逆にまあ体にも良くないし心にも良くないしね、なんかそれだったらそこまでのお金はいらないかなと思っております。で結論なんですけれども、ですね、皆さんですね本当になんかこう立派なですね、立派な理想があって起業した人ばかりではなくて、結構皆さんですね、そんな理由でみたいなねそんなきっかけみたいなね感じの、起業をしている方もいっぱいいらっしゃって、で今からも本当にあまりこう見栄を張らずにですね、まあ、しょぼい起業というかですね、希望を追い求めない起業であればですね、結構安定的にですね、その損益分岐点というか、まあ、儲けが出る、ポイントもすごく低いところで抑えられますし、まあ、人生万事塞翁が馬ではないんですけれども、何かね今回のコロナ禍みたいなことがあって、お仕事がなくなっちゃった方とかでですね、まあ、それをすごくこうそそのかすというか、そういうわけではないんですけれども、まあ、そういった一つのきっかけとしてですね、まあ、起業してみるとかですね、みんなそんなに大層な理由とかですねそんなかっこよく起業したわけではないので、まあ、一つね起業してみるというのも一つのチャレンジではないかと思いまして、この動画をアップしてみました。またですねいろんな動画をアップしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録していただきまして、また次回の配信をお待ちいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。